じゃあいよいよ桜庭選手のもう本当にお墓と言われている関節技の入り方にちょっと入りたいんですけど、はい、関節技取れる人と取れない人とかよく言うじゃないですか、はい、それどういう差があるんですか。練習じゃないですか。練習っていうかその練習の時の意識の仕方とか、ね、意識の仕方、はい、なんか決められる人とよくだからやっぱり寝技は上手いんだけど殴るだけの人がいるじゃないですか、はい、だからその練習でも何でもそうですけども、うん、あの抑え込んでそこで満足しちゃうとか殴るだけとか、最後まで決めようという意識がすごく大切だって。そうだと思いますね。佐藤選手は何が一番得意なんですか。好きな関節技ですか。関節技メキシカンストレッチとか。メキシカンストレッチ、ひっくり返したりするやつとか、釣り天井だとか。釣り天井、ああなるほど。で今日はその辺からやってもらわないですけどとりあえずじゃあアームロックからいってみましょうか。まあ、基本的にはもうこう、はい、四つん這いの時にですね、下の人ディフェンスしてるので抑え込みの時です、はい、この時点で胸でこう手を押さえておくんですよね。手を押さえる、ね、下の選手の手を押さえる、はい、ここでこう少し引っ掛けて、はい、それでこう何かやりながらこっちの方に肘でもこうグリーンでもやりながら意識つらばしてこっちでもいいんですけど、はい、でこうなんかこっちが少し緩んできたなと思ったら一気にバッと取ってでそれ取るのと一緒にこっちを肩の方から手を入れる、はあはあはあ、でもここクラッチ組んでしまえばもう普通にこういう形に、はい、はあはあはあ。ですね、もう10時とか10時に行きたくて、はい、こういう時とかあるんですけど、はい、それをこのままこっちの方に顔またいで、はい、ああこれもアームロック、はい、10時のフェイントアームロックです、はい、この角度って何か問題はないんですか。こう行き過ぎてたらもう全然決まってない。肩ってこう結構動くじゃないですか、はいはいはい、で逆に向こう行き過ぎても決まってない。こっちに行き過ぎると行き過ぎてもこう返されたりとか、はいはいはい、こう持ってるのが持ちにくくなるんですよね、はいはい、この手が持ちにくくなるんで返されちゃったりとかして、はいはい、でちょうどこの肩の高さぐらいで手首を取ってでこれも伸ばしすぎず縮めすぎず、はあはあはあ、ちょうどな90度ぐらいになるような90度ぐらいで肩の位置が、はい、でこう決めるこれよくコールマンとかコールマンボブちゃん先生だったかな、はい、マウントの状態からもやりますよね。小川選手もやりますけど、はい、そうですね、でこうやるんですけどこれ決まってないんですよ、ね、全然痛くないんですよ。僕たちギブアップしなかったやつ、はい、はいはいはい、もう全然痛くないので肩を決めるやつなのでここでやってもやっぱり決まらないです。こういう感じですかね。そのぐらいのところまで持ってかないと痛くないと、はい、はいはい、続きまして腕引き十字固めのパターンをちょっと教えてもらってください。桜庭選手もやりますが、まあ基本的には、オーソドックスに入るには例えばどうするんですか。横障が入って胸で横障が肩に入って肘を押さえて肘で手を押さえる胸で胸を押さえて手を入れてで顔をまたいでこうですね、はははで入ってからゆっくり、なるほどね、腕をしっかりこう取る、胸につける、胸につける、はい、でつけながらこれだけだと相手も動いちゃうのでつけながら押さえ込む、押さえ込むと、はい、つけて押さえ込む、はい、で足でまたいで、で倒れる時もこの胸をこういう感じでいっちゃうんですね。はあ、こういう感じでいくとこれ肘抜いて、はい、抜けちゃうので隙間ができて、はいはい、ああ逆に言うとだから十字かから
こういう感じとかでかかっちゃうんですね。はあ、はあ、変な形で、はい、抜けられちゃったりすると、だからしっかりつけて、倒れる時もしっかり自分の胸につけながら切れない場合ですね、こっちでもいいし、こっちでもいいし、こっちでもいいし、自分のももを使ってこのテコの原理、はあはあ、ちょっと振ってやると、はい、そうすると簡単に貼られる、はい、あとは切るのもここを切っても切れないので持ち替えてもいいですけど、手首の方を持って手首で切ると、で背筋でバッと、はあはあ、足を締めなくていい、締めなくてもこっちの方、相手のこっちの肩の方をこうす、はい、肩のところで固定しちゃうんです、はい、はあはあ、そうすればこう足だけでももう抜けなくなるので、はあはあ、これはひっくり返らないんですね、はいはあはあ、お湯を沸かして3分経ってからでもいいですけど、3分経ってからでも十分間に合う、ちょっとチロッと一口食ってから、一口食ってから決めると、マウントクラブちょっと低そうなんかよくやりますよね、はい、マウントクラブに殴って、で殴る振りして振りでも殴ってもいいですけど、こっち側に手つく感じにして、あ、引っ掛けるんですね、でこう殴る振りして引っ掛けて取ると、はい、もう関節技は全部そうなんですけども、密着しないと考えないんで、密着してしっかり密着して、はいはい、自分と相手との隙間をなくせば取りやすくなりますね。なるほど、はい、相手が亀になってる、はい、ここで取っていて返して、相手を繰り返しながら入刀戦なんかその取り合いやってますよね、はい、あーはーはー、なるほど、あと下からと、下から、はい、あと下から、下からはもうマウント取った時と同じでこういう感じにしといて、はーはーはー、こうして、なるほど、手を伸ばして相手の打撃をディフェンスするようなふりして、はい、で手を伸ばして入れて反対にクロスして、で足を引っ掛けると、はい、でひっくり返してこうですね、低めにこう構えて、パンチをやってくる人が多いですね、はあはあ、キックじゃなくてパンチを、パンチとタックルですね、タックル、だなるべく自分もあんまりこう棒立ちにならないようにして、はあはあ、低めに構えて、はあはあ、それでタックル、でレスリング系の場合バックって回ってバックしてしまうので、はい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 、そういう時に僕いつも使うのがこの、あ、桜庭選手の得意技ですね、はい、下にやりながら自分の腰を少し落とす、少し落とす、はあはあはあ、で自分のこう、あ、そこで切ると、うん、股関節とかを前に出すと切れる、出すと、はい、切れる、はあはあはあ、もう初めから腕を取るつもりで反対の手を取る、反対の手を取る、はい、落としながら切ってな感じで、はい、で途中で腕が折れちゃったんですね、外れちゃった、脱臼しちゃったんです、はい、こういう状況だったので、はい、これでさっきのようにこうやると自分が下になっちゃうんですよ、はいはいはい、だそうならないように初めにここでこう腕を、はい、ひねりながらこうやって、スペース空けてそれからひっくり返して、変動は自分で回っちゃって、そうですね、もう逃げるのはもう回るしかないので、なるほどなるほど、アームロックの入り方を
紹介します。中古市場で押さえ込んでいるときに相手の腕が自分の首にあるとき、先に相手の肩の下の方から腕を入れます。そこでしっかり押さえ込んで自分の体を少し横にして手首を取ってアームロックやります。ポイントは相手の肩の上からしっかり手を回してやります。ここをしっかりしておけば手首を取るのは簡単なので、こっちの腕をしっかり深く入れるようにしてください。アームロックを取りに行って相手の力が少し強かった場合は、こっちの深く入れた腕を肘の方に移動していきます。そこで伸ばしてやって腕を決めます。アームロックの入り方としてこういう入り方もあります。十字に行くふりをして相手の顔にお尻を乗せます。そこで腕を持ち替えてアームロック。ポイントは十字に行くふりをしたときに相手の顔にしっかり座ることです。相手の顔にしっかり座ると相手は動けなくなります。そこで腕を持ち替えてしっかり持ったらアームロックにしてやります。次はバックを捉えてからのアームロックの切り返し技です。バックを捉えたらしっかり片側の腕を脇を締めてしっかり取ります。そこで手首を切って相手のクラッチを切って向かい合います。向かい合った時に自分体重を相手の肩に全体重をかけて、それでひっくり返ってアームロック。ポイントは向かい合った時にしっかりここで自分の体重を全体重をかけて、それと同時に相手の股の間を自分の足で蹴ります。